はい、シューチャンネルのシューです。今日も一日楽しんでいきましょうということで、今日の動画はですね、癒し屋吉田さんという福岡県太宰府市にあるメダカ専門店をね、訪問した際の動画になります。一般の品種からですね、非常にマニアックなね、品種まで幅広く、揃っていましたね。あとね、お値段が非常に安くてね、あと混じり抜き的なね、販売方法もありますのでね、非常におすすめのお店ですので、ちょっと動画長いですけど、いろいろな、ね、飼育法を得てあるとか、系統のことであるとかですね、あと餌のことまで、いろいろね教えてくださいました。見るだけで、メダカに詳しくなる、そんな動画です。おすすめですので、皆さんゆっくりご視聴ください。どうぞ。おー、メビナ、メビナ、夜桜。すいません、夜桜っていうのはこれ多色のラメに黒のボディで、はい、エラが透けてた透明輪なんですかね。ないですよね。なら、あ、そうなんですか。なんか十分ラメの入ってるのもちらほら。うん、なんかあそこでもなんか綺麗なのがいたんで。これあれですよ。はい。うん。さっきあの見ました。一匹いるなーって思って。二トップのほらほらこれはゴールですよ。そう。で思ったんですよね。これあの。うん。すっごい。あ、これもよ。前まで一本ったんですよ。でも、はい、網入れできるけんですね。はい。もうよかとはもう発信したらもうすぐお見えになるけど、みんな中にはもう来てからすくって仕事中やけこの取り組むけん、ここら辺もえらいなキラキラと。まあよかとも営業でしょ。うん、もうまだよかと一本営業たんですよ。すごい。もうすぐもう発信したらすぐ皆さんにバーッと来ちゃうけん。うん、どうかしたらヒデナガも300円来られるよ言ったり、ヒデナガが100円来られるよ言ったりね、竹さんね、うん、もうお宝発見、お宝発見、面白い。あ、これがブラックダイヤ。うん、は こっち側の方が1個ラメの、はい、うん、オロチのラメの入ったやつがブラックダイヤで、結構なんか方々で見るけどそんなになんかラメが入ってないのが多くてですね、うん、去年のはそんな入ってないですけど今年にしてはびっしりですけど、そうなると子供を次取った時に出るものなのか、ラメの薄いのやったら結局薄いままなのかとか、あ、やっぱそうなんですね。これなんかも早かったですね。うん、こちらだこれ結構綺麗ですね。わからないのが夜桜って言われてもこの頭に黄色が出るのとそうじゃないのとですね、個体差なのか、うん、横から楽しめるようになりましたね、本当ね。あ、そうなんですよ。だいたい目中って上見やったっけですね。そうですね。もうここから横見で、ヒレにまで色が入るようになったからですね。か、あれなんかも琥珀の透明も綺麗ですよ、ね、横見。うん。まあ、最近じゃあの工程で買っても色が薄いとか。その買ってる人から聞くと、ね、あら、なんか持ってきたらえらいな色抜けたっちゃけど工程だよねみたいなんですね。あそこ工程、はい、まあ、しっかり赤加減が、うん、はい、くるみっていうの綺麗ですね。くるみなんですね、うん、この間フェスタダの黄金、本当に黄色だなっていうのを見てから、ああ、いいなと思って、うん、ねえ、ここからまだ改良の速度が早かけんですもん。早いですね。もう次のとば、うん、本格的に絞らすとか、もううちなんかも遊びと一緒やけん。サタン。ああ。なんか1年で F6 までやるとかやってますね。はいはい。あの方すごいですね。あこから由来が盛ん。
室内でやるんやったらうちでも多分4回は回せるかなと思うんですね。あの外で2回の室内で4回、6は逆に寿命とか色味が薄れるような気のして、うん、聞いたでしょ、はい、だからグッピーやられた人の発想なのかなって思うんでもなかですけど、あと電気をですね、20時間つけてやってた時期があったんですよ。だ成長は早いしよく産むんですけど、色がどうしても あと人の水槽ったら死んじゃうんですよね。冬のですね、はい、寒なった時に色が上がりますもんね、コント。だから金魚と一緒でやっぱ寒さを経験させないと野菜も甘みの出るし、はい、同じことやろうちゃうもとばってん。背中もそうですもんね、うん、だから金魚やり始めて、あの家庭菜園と同時進行なんで季節感感じられるからいいなって思いながら、これはヒレが茶色で黒ですけど、オロチはオロチなんですか。オロチ、これは剣心と信玄。剣心と信玄、あーなんかネットでは名前だけは。スワロー、ん、ポンポンで伸びたりするんです、はい、なるほどですね。はい、スワローメダカ、スワローメダカ、へえ、普通体系と光体系と、ね、うん、なんかみゆきが出だしてそのえらいなバリエーションの、みゆきが普通体系なんですよ、はい、でそこにある天女とか、はい、あの黄金の光が光体系ですもんね、うん、結局ラメもみゆきからの派生なんですかね。うーんと思いますけどね、セガラメとかですね、結局これが普通体系の目だからですよね。そうですね、ああ自分なんかちょっとだるまとか逆に苦手なんで、おいで、うーん、メビこっちにオルトが、ブラックダイヤ、これが光体系ですよね。高木さん光はなんかあのに卵持ち出すと崩すような体型がイメージが若干あるんですけど、尻尾が扇形で、うんうんうん、でこれ曲がりやすいんですよ、背曲がり、後天的に曲がりやすいんですか、やっぱりこれこのメダカ自体が曲がりやすい、曲がりやすい、最初から曲がってるわけじゃなさそうなんで、途中からですねグーって曲がる子もいます、うんうん、生まれてきてもある程度こう、はい、分別できることになった時でも曲がっとこもるんですね、うん、ちょっと黄金は探してたのでこれ後でいただきます。はい、お願いします。はい、こっちは天女石、黄色いやつですね、これも光体型ですね、うん、天女、天女、天女ですね、天女、天女って言ったりイエローって言ったり色ですもんね、やっぱハウスネームの呼び方で、うん、これもまた光体型、あ光も綺麗ですもんね、横見で見るなら光がいいのかなって思って、横見は光とかひれ長系が多分、はい、うん、いいですもんね。九州やっぱり盛んちゃ盛んですね、なんかメダカ周りみんな買い出してるから、そうですね、もうあちょこちょこ最高られますよ、うん、本場は広島っちゃ広島なんやろけど、あそうですね、あと九州の方たちはおおらかやけんですね飼育しとって楽しかとばってんが、筑後とか八女地域にも年配の方が、まあ、庭先でやられてて売ってたりするとこもあるんで、そうですね、はい、そこもちょっとこの間行って、三色錦式の羽根子ですね、はあ、色がちょっと薄いですよね、はい、こっから濃くなることは、ああ、まあ親がいい件ですね、まあなら覚醒遺伝で出る可能性ももちろんあるってことですよね、はあ、うーん、羽子で、はい、羽子です。あでもこれなんかいいですもんね、黒の、はい、まあ、でよかったら下地の、もうだいぶ2鉢ぐらい入れたんだけど、まだちょっとわからないのが、金魚の世界みたいにその親で選ぶ形とその品評家で出す形が違うから、あそうですね、メダカでもそういう世界なのか、いい親からいいものが生まれるのか、単純にそう考えるのか、あえて体型でその色味よりも選ぶかとかですね、皆さんやっぱりいい親をやっぱり買われて、うん、それから子供出してその中でまたいい子が出た分をまた合わせてしまう、うん、ね、これ綺麗ですね、うん、高木さんのやつ本当
白地抜け紅白っぽいこの感じが、おお、透明輪の容器、ブラックダイヤというかこのオロチが出た時びっくりしました。ああ、真っ黒クロスですね。はい、あのスモールアイが出て、ああ、ね、これは女神円剣黒くなっとるだけだろうっていうのは分かったんですけど、そっから本当にモーリーみたいな色が出てたから、はいはいはい、うんって、どうしたこれメラノーマかって、うん、何なんだと思いながらですね、こんなにもねいっぱい流通するようになったし、いやーこれはよかですの、やっぱお店の見ると、これは単調、体も白かったですね、抜けてイサレビですね、イサレビ、まずハウスネームっていうのから覚えなきゃいかんですけど、またここも綺麗な聖画の綺麗なですね、聖画っていうのはみゆきではみゆきじゃないと思います。みゆき、元がみゆきで、みゆきラメの綺麗の長い1個入ったやつ、ここなんかちょっとギラギラしたと、はい、単純にうちに来てやっぱみんなそのみゆき、メダカなんこれっていうので喜ぶからですね。ここは全部何の羽子なんですか。これ聖がらめとか、へえ、三ラメの羽ですね、すんげえビカビカ、はい、ビカビカくんです。はあ、500円。今日ちょっとここのあの混じりを何か教えてもらって抜いて、あとちょっとこっちのやつも、ここで安く買っとるけん、またみんな安く買えたらいいやですってか、みんな値段上げないですね。僕も結局ただ趣味でやるだけなんで、まあそれを、そうあと熱帯魚とか進めないんですよね。やっぱ湿気だとか電気とか火事にもなりかねない、あとやっぱお金はかかるから、贅沢品であるっていうのは間違いないから、あの冬はそうだから、たらい一つあったらできるよっていうので、そうですね、だからそこの敷居の低さとグッピー的な楽しみ方ができるというので、多分今後残るやろうなと、すごい。聖がラメ、あ、こっちの方がいいんだ。おお、ヨーヨイドラス。すごい。くれない。このくれないは、これくれないヤメのメダカ屋さんがオリジナルなんですか。そういうわけではないんですか。お母さんが言うとって、私ん家がそんな遠くないとこなんで、うちでこれ作ったんでくれないって言ってて、ね、そうだから8年か10年前からあちゃなんか言うとりました。前からね、だからそっからやっぱ広かったんですね。で大牟田のあの有名な方のところで流通して広まったんだっていうことなんか言うとったんで、ここはあのカープが流通した時に、はい、ヤフオクですよ、だいぶ。ヤフオクで、あはは、なるほどですね、カープメダカにつけてる、あ、なんかそれそれもなんか言うてました、あの、お母さんの、下の説明文に、はい、私はあの赤いヘルメットかぶったことしとるけ、はい、カープメダカって呼んでます、うーん、カープワンの人が結構変われた、ね、なるほどですね。これマリンブルーになるんですか、ここのみゆきの白っぽいのが。ここは白マリンですね。白マリン。はあ、これ一匹、カホラの、ちょっと、勢力の強いオスとちょっとかけて、卵出してあげようってから。なるほどですね。マリンブルーは、ここにおるとが、まあ、高木さんのマリンブルーとなりますから。大きいやつ。あ、どうや、これ大きいやつ。あ、本当だ。書いてあるないか、全然水が。そうですね。マリンブルー。あ、こっちいいや、そっちに入れ替えたら大丈夫。
でも風が少なくてあれやね。そうです。ちょっとマリンブルーかな。琥珀、ラメ、白マリン、ダルマ。琥珀も人気ありますもんね。横これさっき目についてそうでしょ、どげなんやろかーって思って昨日も買ってきちゃったんですね、これまたもう卵取れますよっていう顔してますもんね、はい、お前入りなさい、うん、お前も入れ、今度ちょっと朝倉にはほんと行こうと思うバッテンが結局すごい珍しいのがいる感じなのか一般種から何までいるものか、珍しいですね。珍しいのが結構多いです。それを触ってしまうとそれが固定率がどうなのかっていうのもあるんでちょっとまだ分からなくて、あーすごい体型綺麗、あいい、うおすげえ、すごいでしょ、横まで乗ってるんすね、横までマジか、でこの値段やけすぐ売れるんですよ、これ買えますちょっと今メスでしょこれ、オスとメスと入ったんですね、メスで、うーん、こっちがオスです、もしあのご存知だったら教えていただきたいんですけど、はい、メダカって精子の染色体とあの上染色体ってまああると思うんです、 XY か要は男だったら WY の、はい、女だったら WX のみたいな、はい、あんま関係ないんですかねメダカって、オスのいいとは詳しい人は会社、基本オスで色味を選んでメスを体型で選ぶっていうのをグッピーでよくやってた、多分似たようなもの、ね、似たようなもんと思いますけどね、うん、そうなんです。オスにいますっていう系。で、ちょっとびっくりしたのがメス1匹に対してオス2、3つけたりするやり方なんですよね。グッピーってコポジウムって差し込んでから注入するんで、あ逆にメダカはオス1にメス、あメス2とか。そう逆なんで、あまあ繁殖形態の違いやろうけどみたいな。うん。メスが多かったら卵いっぱいつけるって。やっぱそうなんだな。メスは多めに買いちゃう。はあ、勉強になります。まだまだ。そんかわりあの、うん、オスばっかり買ってくるお客さんもおるんですよ。あのはい。いろいろこう改良して作る人はですね。ああ、そっか。そっか。そっか。掛け合わせの人はオスば多めに買っていくんですよ。あこの人通やなと思いますよ。あやっぱそういうやり方もあるよな。一般のやっぱ8割ぐらいの方が。うん。メス、OK、3匹やったらオス1、はい、メス2とかですね、うん、そういう考え方しにしちゃう、あとですねこの今まで2店舗、まあ、年配の方やられてるところは、はあ、エアレーションなしなんですよね、ありかなしかでどっちがいいかみたいな話も、はい、一応してないし全くエアレーション、あやっぱそうですか、外出してるやつはお店のだからっていうわけでもなくエアレーションはその、数を入れるからとか、数は入れる件ですね、うん、うちははい、紙シークエンスとか逆に強いのしか残ってないあそれは思いました、あの変にその餌とか環境を整えすぎると弱いものも育つ、 そうですね、それじゃあ体質も全般的に細ってくるから10年20年維持するためにはそういうやり方の方が無難なのかなっていうのが、結構紙シークエンスとくけど、うん、かわいそうでもこれだね、あんま多すぎて、これでですか、僕はあのいっぱい紙筒とかもかわいそうだけ、うん、スカンとですね、それとあのお客さんが見た時に、はい、こうやらせると多分上がこうそうですね、油膜が張らんけんですね、うん、どうしても大体あのグリーンウォーターで育てた方がいいんですけど、あそれ思います、金魚でもそうなんで、はい、うちは常にこう描いてるんですよ、見やすいように、うん、水替えしたきれいなところからやっぱり皆さん救いちゃってんですね、正直こうやってあの皆さんその上の方たちの飼育を見てあの自分に取り入れたいと思っとるもんで、あ、うん、まずはちょっとですね、エアレーションしようと思ったらブロワー買って塩ビパイプ買って、ね、設置が大変なんですね、もうすでにブロワー2台回して全然です、でも逆に手間かけすぎるとどうなるかっていうのがわからんもん で、 そうです、ね、で全然こういうのもあの引いてきたりとかもできるもんで、あビニールハウス今3棟小さいの建てて家庭用に 4.5 畳、いいですね、はい、そういうのもあるから冬越しとかもそっちでみたいな、あなるほど、うーん金桂秀長大工作です、うん、なるほど、この子はもう訳わからんちゃうんだよ、もう、うん、大工のメダカはもう面白かっちゃう、この子はずっと掛け合わせばっかりしよっとですよ、あなんか自分と同じタイプなのかもしれないです、はい、なんかものすごく薄なっとったりして、うん、
もう待って水源どこやったかな、うん、よく道の駅とかに止まってますもんね。いくらするっちゃろかって思いながらでナンバー見たらやっぱ本州ナンバーが多いからですね。あ、最近はあのキャンピングカーのマナーの悪いのが多いですね。あのゴミをですね道の駅のゴミ箱捨てるからもうやめてくれって思うけど、トイレやら何やら髪洗ったりとか、うん、そうそうそう、ちょっといいキャンピングカーになるとシャワー機能がついてたりするんですけど、その汚水をまたね川に流す人間のるけやめてくれーち、やめてくれーち。あとトイレもついてるけど結局トイレもですね自分たちで処理せない関係、お金はあってもマナー守らなかったらねちょっとセンス悪いなって思うけど、こういう石って今も売ってますか？あ、これお客さんがこれ作ってきてる。あ、作ってきてるんですかこの石、まあ、うちもあの近所の大きなチッコ川行くとこういう系の石はあるけど切り出してまではって思って、あ、盆栽とかも穴ほがしてあの石盆栽作る人いますもんね。結構出てますよ、これも。へぇ、工具使って作らっしゃるんでしょうね。結構時間かけて、うん、作っとられる塗装屋さんです、作った人はなんかイメージができますね。クルメ滝か。あ、これみんな発想はあるけど道具の使い方とかそういうの考えるとやっぱ式なんですもんね。切り出してきちんとメダカ持ってくる人もこれだけは吉田さん作りきらって言って、うん、いや作って持ってくればいいじゃないとって言いますけど、うちにあのプロ用の農業用ドリルとかですね、はい、あるんで穴はほがせるんですけど手間暇考えたりとか技術考えたり刃の摩耗度考えるとやっぱ割合合わんです。型が安いっす。一生懸命やって作って出来上がったとか、うん、何やこれってなったら。そうなんです。だから石盆栽に昔興味があってこの年で石盆栽かって言われたんですけど、ああ、うん、まだ若いですね。やってみたいと思ったことはあるものの石によって硬さもね違いますからね。次はあの、うん、メダカを入れられる件ですね。はい、メダカとこう隙間にこう入っていこうってするじゃないですか。あ、うちそれで死にましたこの間。そうでしょ、うん、だけども全部俺隙間を埋めてくださいって言って、そういうこだわりがあるとですね、はい、あ、本当だ。試しにメダカとかエビも入れて、うん、で間違いないということで。ああ、だから下がシリコンが、シリコンというか入ってるんですね、はい、全部入り込まんごた風な、うん、あれにしてもらう。この間あの1匹だけなんですけど100均のボックスに、はい、要はあの赤玉土を入れて、はい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 、で入れ込んでたんですね、はい、で1センチもない穴なんですけど頭だけはまっちゃって、あ、それであの抜いてやったけど死んでしまっていかんって思いながら学んだって思ってですね、プラケース関係に赤玉入れとって気づいたら赤玉も下敷きになってるんですね。うん、あれ一番冷え光ったのおらんねん、どこ行ったんやこなやつが、あ、コールが当たすね。そうなんですよね、骸骨みたいになってしまって、お前もう無理やろっつったらいいやつに限って落ちるというですね。やめてくれーって思うけど、雪やったけどもなんか背びれ、尾びれ、うん、胸びれ、尻びれ全部光ってたんですよ。うわー、もったいない。うわー、もう、え、尾びれですか？尾びれまで行ってたんですか？尾びれ光ってるのってまあ、言葉あのお金で言ったらいやらしいですけどやっぱ満するじゃないですか。なんかたまたまそいつだけあのなんですか、生まれたやつにおったんですよね。マジっすか。こんな増やさないかんばいと思ったら赤玉に引っかかってるから、マジっすか。こういう改良の世界って一匹からの始まりですもんね。よかったに限ってポシャルちゃんね。あれ不思議ですよ ね、呪われてんのかなって思うけど全部あの赤玉とか入れよったんですよ、その犬食いに。ああ、はい。ただお客さんがこうすくおうってした時に、はい、赤玉の中突っ込んでいって、はい、傷ついたりポシャったりする件ですね、うん、なるほどですね。結構販売用も今も全部入れてないです。販売用にもでもなんかあの中粒を入れるんですけどね、小粒だと今度崩れやすいからって。そうですね、中粒も中粒でちょっと、うん、最近買ってるのは100均のなんかちょっと、うん、穴が開いた入れ物を凍ってきて、それに中粒入れてこう揺すってからちっちゃいのを捨てて、あ、で数日置いとってからそれを
土山とかリゾート、それものすごくすくいやすいですよ。さっきすくいやすかったです。ああ、うん、もうちょっとお金下ろしとけよかったって。ちょうど母ちゃんにガソリン代やるねって言ってちょっと見え張って3000円やったからですね車借りてたんです、この間。それは本当すくいやすいです、うんうん、ちょっと今度また来ます、1時間ぐらいなんで、はい、お待ちしております。いつでもお越しください。すいません、これって単調透明輪の黒サビビは何だろう。サビビ、イサリビ、よく見たのかな、からしよね、うん、宮崎で今度野田家さんがする若お兄ちゃんがですね、はい、しょっちゅう来てて。宮崎からですか。いや、宮崎今度、ああ、なるほどですね。はい。僕のとこも、吉田さんこれ卵取ってってやれて。イザリビ。イサリビ。イサリビですね。はい、うん。あとも不思議な。まあ、うん。それ人気あるんですよ、これ。まだ僕はちょっと変わり者とかそういうのは知識がないから、ただただ不思議に見てるだけなんで。でもいいですね、黒地に単調っていうのは一つやっぱり目引きますもんね。金魚でもたまにそういうカラーリングはいるけども、その品種として確立してないから、うん、非常にかっこいい。これがね、またさらにあのベタで黒になって頭も真っ赤になったりとか進化してくるんでしょうね、こんだけ早いから。でもこれはいくら船があっても足りんですな、ほんと、すごい。この夜桜っていうのはラメが入る多色系なんですかね、この黄色と黒と横身が、あ、すごいな。こっちにしないか。乙姫はですね、グッピーでもそうですし、乙姫のビッグサイズは古代魚にも使えてました。はい、うちなんで初めの頃、吉田さんが1号のあれやりよって、もう亡くなったけどしょうがねえっつって、コロニーさんと、うん、あと佐賀に花咲くじっちゃんって金魚の店ある。ああ、はい、あそこも乙姫とか、うん、売っとるけん。ライズはちょっと初めて見ますね。どっちがいいじゃん、ほとんど変わらんじゃん、販売会社が違うだけですかね。うん、ライズか、ライズ2号よね、これを使うんだ。あの手に入ってて1000円ぐらい。ここは稚魚用にやる場合はどうされてますか。稚魚用があるし、これの1号、あ、すりつぶしてやるわけじゃなかですか。はい、僕は面倒くさないけ、あ、これか、1号と2号があるったいね。こういうのもね、知らない方多いからね。これが1号なんですよ。あ、すごい粉末やん。これが2号ですね。あ、香りがもうあれですね。はい、もうメダカが欲しいみたいな。うん、人間でもなんか練ったら食べられそう。あ、これちょうどいいですね。市販の強輪よりかは細かいですね。細かいですね。はいはいはい。もうめんどくさいけん、僕はこれだけ持って行って、はい、制御こんままやって、はい、稚魚を手で潰しながらこう。あとすごいマニアックなこと聞いていいですか。餌で顔の形変わります、メダカ。そこまで見ないですか。変わらないと思うんですけどね。魚長年やってると顔の形でそれが野生個体なのかブリード個体は見分けるのはもちろんだし、グッピーでも顔の形にこだわり出すっていう習性があるんですよね。変わらんと思いますよ。顎を使ってるか使ってないか、低床に突っ込む突っ込まないで顔の尖りが違ってくるとかですね。まあ、そこまでいくとちょっともう一部の人たちになるんですけど、でもこれいいですね、ライズ。お値段をね、お安かろうけ。あ、値段も安いですね。保管は冷凍庫冷蔵庫しないですか。もうこのまま。このままですね。なるほど。結構な量ですね。こういうやっぱ餌のね、聞けるとありがたくて、ね、
ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい